ーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はアフターアーク、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はグロリアゴールド、先頭を捉えるか。さあスカーレットブーケ、一気に来た。アフターアーク先頭、差はほとんどない。カーリーが抜けた。グロリアゴールド追いすがります。カーリーが先頭だ。カーリーが1着、カーリーが1着、2着はグロリアゴールド、勝ったのはカーリーが、見事な勝利です。2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のミラクル翼、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはレイクホーク、レガシーフィールド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してレガシーフィールド花に立ちます。その後ろからはフレンチセレナード、この馬も上がっていく構えです。さらには石のバレリーナ、5番ダンシングカラー、その後ろアドマイアタック、後方から、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはレイクホーク、レガシーフィールド、すぐ後ろエトワールスピーチ、好位をキープ、並んで5番ダンシングカラー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のエトワールスピーチ現在先団です。では前の方から、先手を取ったのは西のバレリーナ、レガシーフィールド、すぐ後ろエトワールスピーチ、好位をキープ、その外からシルクスタイル、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのは西のバレリーナ、その隣にレガシーフィールド、シルクスタイル、すぐ後ろ好位置をキープしています。エトワールスピーチ、その隣にダンシングカラー、その外にフレンチセレナード、黄色の帽子レイクホーク、その後ろ各馬大欅を通過、前は石のバレリーナ、レガシーフィールド、ほとんど差がありません。3番手にエトワールスピーチ、絶好の手応え、エトワールスピーチいい位置、安城の豪采に応えるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったフレンチセレナード、レガシーフィールド先頭、2番手はフレンチセレナード、追いすがります。あと 200m、 レガシーフィールド先頭だ。レガシーフィールド先頭、フレンチセレナード追いすがります。レガシーフィールド、レガシーフィールド1着、2着以下は混戦です。これは驚きました。レガシーフィールド間違いありません。なんとレガシーフィールド。Thank you.